こんにちは、カノです。今日もですね、オリジナルタオルを作る時のですね、ワンポイントアドバイス、これをね、説明させていただきたいと思います。で、今日はですね、オリジナルの、記念タオルをですね、記念品としてね、皆さんにお配りする時、どんな方法がいいんだろうっていうのをね、相談いただいて、昨日も電話いただいたんですけども、の場合なんですけどもね、どんなようにしたらいいんだろうということなんですけども、やっぱり一番は納期と予算ですね。この2つが大体これで決まっちゃうっていうところがあるんですね。で、まあどうしても2週間後に必要や、必要ですよ、3週間後に必要なんですよって言って、やっぱり、ね、納期のない場合は、顔料のですね、生地の上に日本でプリントするっていう方法がやっぱ一番、早いんですね。後処理っていうその洗いの工程であるとか、蒸しの工程とか全然必要ないんで、プリントして、あとは、乾燥させて終わり。乾燥させて袋入れして納品っていう形できますので、これがやっぱり一番、早くできます。で、もうちょっと時間があって、っていうことであれば、染料のプリント。まあ、これの場合は、やっぱりね、非常に、柔らかく仕上がりますのでね、記念品としてはね、最適なんでしょうけど、こういったものも作ることができます。で、それでやっぱりこっちの染料の方がやっぱ若干高くなったりしますので、この辺ね、やっぱり納期的なことであるとか、予算的なこと、この辺をですね、まず相談いただいて、そこから、スタートという形になりますので、そこからデザインを起こしても全然間に合うと思います。なので、この辺をまず聞いていただいて、お問い合わせいただいて、で納得いった上でデザインを起こす。このやり方が一番適切かなと、そのように思いますので、またこの後に出てますフリーダイヤルの方からわからないことがありましたら、ご連絡いただけるようによろしくお願いいたします。